兄ちゃん、毒眼棒は人殺しの機械だっていう人がいるんだ。まさか、テウセルもそんな怖い言葉を信じてないよね。うん、そうだよね。毒眼棒は悪いやつを倒して世界を守る僕の大好きなおもちゃだもん。うん、テウセルを守ってくれるからね。そうだね、毒眼棒と遊んでくるね。テウセル、走らない。しまった。テウセル、大丈夫かな。あっちに道がある、急ごう。この辺りに戦いがいのある強敵はいないんだろうか。よっ。そうだよ、兄ちゃんがこの先を確認するから。ああ、甘やかしすぎたのかな。兵器神速。遺跡守衛が吊るされてる。移送先はどこだ？テウセルのところだったらまずい。なんとか止めよう。迅速。
テンセル、前にあるブロックは見たかな？力になってほしいんだ。え、僕お兄ちゃんの力になれるの？当たり前だよ。3つ数えて一緒に触れるぞ。3、2。当たると羊になる魔女ビームだ。気をつけるんだぞ。うわー、危ない。あ、元気出してよ。悪くないね。ミュージック。悪くないね。ミュージック。悪くないね。元気出してよ。
と合流できた。テウセル、怪我。怪我してないよ。楽しかったのは、おま、この先は大きい部屋だ。毒願望たちの部屋かな。そうだね、広い部屋だし、かくれんぼでもしようか。え、今？でも兄ちゃんはね、サプライズ。え、サプライズ？後で探してごらん。でもその前に。わかった、60秒長っ。60 59 58。時間がない、急いで処理しよう。48 47 46 45。お兄ちゃん、なんか聞こえるよ。それもサプライズだ。楽しみにしてて。16 12 10。テウセル、ちゃんと数えないとダメだぞ。15 14 13。あと10秒欲しいな、テウゼル。まだ隠れきっていないんだ。うん、仕方ないな、お兄ちゃん。分かった、10秒だけだよ。持って帰りたかったのにな。あれ、お兄ちゃんは？かくれんぼしてただろ。そっか、嬉しすぎて忘れてた。じゃあお姉さん、一緒に探そう。君たちでよかったよ。怪我したまま魔王武装を使うのはさすがに、こんな格好悪い姿はテウセルに見せられない。俺はただいかなる試練からも逃げ、これがこのタルタリアが強くなる理由だからね。それに子供の夢は壊れやすい。放っておいたら知らないうちに怖い。だから、守らないといけないだろう。約束したら守る。悪いことを知ったら、与えた夢は、ちゃんと最後まで守る。あいつは、俺の大事な弟だからね。どうした？何か君の。そんなに弱ってるのにカッコつけるな。早く医者に行った方がいいぞ。
いい案だね。でもその前にこれをって、これは毒願望の人形。ああ、鍛冶屋に作ってもらった。帰国後に渡す予定だったけど今は。ああ、なんかこいつの家族って幸せだな。それと俺が何も言わずに消えることへのフォローも手伝ってくれるよね。指切り幻満、嘘ついたら懐かしいな。テウセルに教えてもらったんだね。うん、頼んだよ。どこにもいない。お兄ちゃんどこなの？本当にどこにいるの？だから慌てて仕事に戻ったんだ。うん、そっか。もっとお兄ちゃんと一緒に遊びたかったな。あ、これ、こういう毒願望もあるの？僕の名前が書いてある。僕気に入ったみたいだな。うん、さすがお兄ちゃん。 DU エコーに来てお兄ちゃんに会えて、おもちゃ研究所の見学にプレゼントまで、最高の旅だった。これでまっこれ以上行こう。冒険者協会に入会を。とっても面白いよ。ミュージックスタート。旅人様、テウセル様、お待ちしておりました。あいつの部下か？ええ、皇子様の命でテウセル様の帰国の件を担当します。誰？知らない人についてっちゃダメ。オイラたちは平気なんだ。だってお姉さんのことは知ってるもん。え？お兄ちゃんの手紙に書いてあったんだ。トーニャお姉ちゃんが読んでくれたもん。だからすぐに分かったよ、名前は覚えて。ただの偶然じゃなかったんだ。テウセル様、スネージナヤ行きの船がそろそろ来ます。行きましょう。もう？じゃあお姉さん、バイバイ。僕待ってるからね。絶対絶対スネージナヤに遊びに来てね。するする。指切り幻満、嘘ついたら氷漬けにされる。約束だ。気をつけてな。またな。北国銀行へようこそ。やあ。ああ、いたんだな。なんで隠れて出てこなかったんだ？別れは大事なものだ。今の俺、このカッコ悪い姿がテウセルの記憶に残ったら大変だ。直接別れを告げられないのは確かに残念だけど、はあ、本来なら俺が家まで送るべきなんだけどな。部下、弟を溺愛しすぎじゃない？でもなぜか
テウセルを君たちに任せた時は安心できたけどね。あ、そうだ、謝礼を忘れるところだった。今回は君たちのおかげで。わあ、分かってるじゃないか。それと約束も忘れないで。いつかまた俺、執行官の誇りをかけて。まずは体を治してこいよ、いじめだって。今度勝負した後、君たちをうちに招待しよう。トーニャとアントンを紹介するよ。俺の自慢の家族だ。あ、テウセルとの約束もあるしな。テウセルもきっと楽しみにして、君たちとスネージナヤで会う日が。